ガラクタ文庫は近代日本文学で初の文芸雑誌、兼有者の機関誌、同人雑誌の先駆である。激して、くは地と大行、で始まる、ガラクタ文庫第一号関東こと、ガラクタ文庫広は世に多く出回っている番は、引用が間違っている。新小説明治36年12月の尾崎、紅葉追悼号で、丸岡休暇が、 現物から転記したものが書質として世に出回っているが、この時、丸岡休暇がごくの写しを何カ所も間違えていた。しかし相関後は、肉質本のため、第三者の閲覧が困難であり、長い間誰も確認しなかった。本間久雄の指摘によれば、在所の一つぞかしは正しくは、快楽の一部ぞかし、家を持たねば形勢が涙の雨もるところなく、 無一門では、寝酒も飲めずは正しくは、家を持たねば形成が涙の雨の森書無一線では、寝酒も飲めず、快楽の一派は正しくは、快楽と一派であり、他にも三四箇所の間違いがあるという。本間は、明治文学史上館の、権有者の活動に、現物からの副写を掲載し、可能な限り正確な点記を行っている。本間久を 明治文学交渉、随想真珠社、1965年、P269 から271、愛書趣味1928年6月号、愛書趣味社、東京日日新聞1928年5月17日付、日報社、書斎、随歩、書物展望社、1943年、青木正美、古本屋貴人伝、東京堂、出版、 1993年、反町修行、就職家、業界、業界人、八木書店。1984年、P187、谷村久子、ガラクタ文庫筆者本目録。ありがとうございます。